エトラちゃんは見た。私は大学生のアカネ。普段は一人暮らしだが、久々に実家に帰省することになった。私は親とうまくいっていない。大学だって親の猛反対を押し切ってきたのだ。高校生の頃、大学進学は反対って何よそれ。今時大学くらい出ておかないと何もできないじゃない。だからってわざわざ東京まで行かなくてもいいだろ。お前はバカなんだから、もっとよく考えてからにしろと言ってるんだ。父さん、そんないいこと。アカネもわざわざ東京の大学にこだわる理由は何なの。こんな田舎にとどまっても仕方ないじゃない。私はもっと広い世界を見たいのよ。バカか、そんなの納得できるか。バカバカ言わないでよ。アカネもそういこじにならないで。お父さんも言葉が足りないわよ。きつく言ってやらないとわかんないんだ、このバカ娘は。ないよ、お父さんはわからず嫌だし、お母さんはことなかれすぎじゃない。もう知らない。アカネ、いつも口を開けば小言ばかりの父に。だからお前は。二人とも落ち着いて。おろおろとなだめるだけの母。私のやることなすことすべて文句をつけてくる。なんだそのスカートだけは。宿題はやったのか、部屋の掃除はしたのか。そんな家にうんざりした私は早くこの場所から離れたかった。そして自らバイトで学費を賄うと宣言し、大学進学を押し切ったが、その後もいろいろあり、自然と足が実家から遠のいていたが。話があるから夏休みに帰ってきなさい。なんだろう、改まって。ただいま。ちょっと呼んでおいて、駅に迎えにも来ないの。ねえ、誰かいないの。え、お母さんどうしたの。ああ、あかね、来ていたの。顔が青いよ、大丈夫。平気よ、ちょっとその。あかね、来てたのか。お母さん、お母さんどうしたの。まあ、ちょっと体調崩してな。ほら母さん、ゼリーなら食べられるか。ごめんね、あかね、迎えに行こうとしたら急に具合が。この状態で車の運転は危ないと思って。大学の方はどう。そんなことどうだっていいじゃない。それよりお母さんどうしたの。その話は後だ。結局反対を押し切って上京したんだ。ちゃんと勉強してるか。これが気まずいから家に帰りたくないのよね。どうせ勉強もせずに遊んでばかりなんだろ。お前を一人にするとろくなことをしないのは分かっているんだ。だいたいお前は昔からだらしないといつもいつも。説教なら帰るわよ。違うわ、あかね、お父さんもいい方。何よ、バイトも休んでせっかく帰ってきたのに。まずい、お母さんが大事にしてた花瓶。あかね、怒られる。怪我はない。割れちゃったわね、仕方ないわ。俺が片付けるよ、母さんは座ってなさい。怒らないの。いいのよ、どうせ捨てるつもりだったもの。どうして。まあちょっとな。そういえばなんか物が少ない。ねえ、ここにあった健康器具とか本棚とかどうしたの。ああ、それも処分したんだ。身辺整理っていうか。断捨離よ断捨離、今流行ってるでしょ。ほらあかね、荷物を部屋に置いてきたら。うん。お父さんってば。なんだろう、お父さんもお母さんも変な感じ。あかね、久しぶりに帰ってきたんだし、今日はお寿司でも取ろうか。お母さん寝てなくていいの。具合悪いんじゃん。もう大丈夫よ、私のことは気にしないで。それに、ん、3人でゆっくり食事できるの、これが最後だと思うから。え、じゃあ注文しておくからね。どういう意味。思えばお母さん昔から病気がちだったよね。それにお父さんの話ってなんだろう。急に断捨離なんてなんかおかしいし、私に何か隠してる。まさかお母さんが深刻な病気とか。身辺整理っていうか。3人でゆっくり食事できるの、これが最後だと思うから。きっとそうだ、身辺整理しないといけないほどの病気。もう二度とお母さんと会えなくなるの。それを知らせるために。話があるから夏休みに帰ってきなさい。今日は呼ばれたんだわ。さあ飯だ飯だ。私は茶碗蒸しだけいただこうかしら。ほら、あかねも遠慮しないで。どうした、食べないのか。
ば。はいはい。私いつも苦労ばかりかけて、お父さんに反発ばっかりしてた時もそう、お母さんがいつも仲裁してくれてた。あかね、それなのに、なのに高い学費払わせてごめんなさい。全然勉強してなくてごめんなさい。そう、私は自分で学費を払うと豪語したものの、すぐにおじけづき、すみません、あの、だから言っただろ、お前は本当に、お父さん、結局親に頼っていたのだった。バイトしてたら勉強する暇ないだろうって、せっかくお金出してくれてるのに。これお小遣い、お父さんには内緒よ。全世界を見るのもいい経験かもって言ってくれてたのに。それなのに遊んでばっかりで何足りなくなってるの。おい、ちょっと落ち着け。母さんは病気じゃないから。嘘言わないで。私が苦労かけたせいで病気になったんでしょ。もうはっきり言ってよ。お父さん、お父さん、ごめんなさい。嘘じゃないわよ。その、なに、父の病、治療法がない。実は私、妊娠してるの。この年になって照れくさいんだがな、今、母さん妊娠3ヶ月なんだ。え、それを知らせたくて呼んだのよ。顔を見て伝えたくて。じゃあ寝込んでたのは。座りがひどくってね。無理して動くな。少し休めば落ち着くわ。心配整理とか言ってたじゃん。だからお父さんは言葉足らずなのよ。もう、すまんすまん。赤ちゃんが生まれたら物が増えるからな。ベビーベッドにベビー服に、それを入れるクローゼット、おむつや調乳スペース、危険なものも片付けないといけないからね。それで断捨離してたの。あの花瓶も割れたら危ないし。3人で食事はこれが最後だって。なんだ、母さんだって言葉足らずじゃないか。あ、ごめんなさい。でも今後は家族4人になるからね。よかった、私すごく不安になって。誤解させてごめんね、あかね。私も今まで心配かけまくってごめんなさい。反省してます。それはそうと、単位が足りないとは引きずってならないぞ、あかね。まあ十分反省してるもの、取り戻せるわよね。そうだな、もし中退なんかしたら今まで出した金は返してもらうぞ。頑張ります。ご飯にしましょ。ほっとしたらお腹すいた。お前が早とちりするから。お父さんってば。十数年後。というわけで、あんたが生まれたのよ。だからね、あんたもお父さんとお母さんに苦労かけちゃダメ。大学に行くならしっかりと目的を。っていうか姉ちゃん、そんなんだったのかよ。ほんと、あの時は仕方なかったよね。単価を切って出て行ったはいいが、結局学費をどうにもできなくなって頼ってくるわ。単位を落としまくって進級も怪しくなるわ。お父さん、ひどいこと言わないの。その後ちゃんと卒業したじゃない。ねえ。でも東京まで行ったのに、結局就職は地元だし、学費も返しきれてないし。どうあれ卒業はできたんだからいいってのに、頑固なやつ。それに都会に行ってよかったじゃない。あのまま地元で進学してたら悶々としてたかもしれないし。そうそう、あれがきっかけでどこに出しても恥ずかしくない娘になったしな。まったく、父さんも母さんもなんだかんだ姉さんに甘いよな。大事な娘だもの。あなたもよ、徳さん。やりたいことがあるならお父さんもお母さんもできる限り応援するからね。お父さんは言い方がきついけど、いつもあなたたちのことを一番に考えてるのよ。私はあの後大いに反省し、必死に勉強をして単位を取り戻した。よかった。そして無事に大学を卒業、地元の企業に就職することができた。お金も少しずつだけど返済している。お父さんたちはいらないって言ってるけど、これは私なりのけじめなのだ。そして何よりも優しい両親が大事だと気づいたから、恩返しのつもりでやっている。それに今の話はちゃんと心に留めておくよ。今やバリバリ働いて立派な姉さんにもそんな時期があったってことだな。何よ、生意気ね。おい、やめろ。徳
さんもこれからは中学生なんだからしっかりしないとね。エトラ中学はレベルの高い中学だからな、人一倍勉強しないとついていけないぞ。受験に合格したからといって、うん、また始まった。さーて、徳さんの進路も決まったことだし、ここはパーッとお寿司取ろうか。私がおごっちゃうよ。おー、あー、私が狙ってた中トロ、うめー。おいおい、もう二人ともやめなさい。紆余曲折はあったけど、大事な弟に誇れる姉でありたい。今は強くそう思うのだった。ご視聴いただきありがとうございました。大事なことは直接会って話したい、それは大事なことなんですが、そんなことよりだとかで後回しにしていないで早く伝えてあげていれば、ここまで思い悩むこともなかったでしょうに。おまけに身辺整理や3人での食事はこれが最後なんて言われたら、悪い方向に考えてしまうに決まってるじゃないですか。言葉が足りないせいでこうしてすれ違いが生まれたりするわけですからね。何にせよそのおかげで今までの振る舞いを反省するいい機会になったと言えるんでしょうかね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。